イントロクイズのスピリトンミュージック。この番組はイントロクイズサークルオンタマがメンバー共通の趣味であるアニメソングの成分を少し多めで、好きな曲やコンテンツの話、さらにはクイズの時に考えていることなどのトークを通して、皆さんと一緒にクイズの世界を盛り上げようと奮闘していく番組です。事前に一つのトークテーマを決めてトークを始めますが、最終的な展開は撮ってみるまで分かりません。今回参加するメンバーは、ヤスオとソキウスです。今回はこの2人でお送りします。では今回のトークテーマに入っていきますが、今年ももうすぐ終わりで、これが配信されてる頃は12月の最終週だとは思うんですが、一応クールの区切りっていうところでも言えるので、マイクール恒例のこの企画をやってみたいと思います。今回のトークテーマは2022年秋クールのアニソン振り返りです。2022年の9月12月期の作品の楽曲を見ていこうと思うんですが、今回も Spotify の方に今期の主題歌のまとめのリストを作ったので、よろしければそちらの方もぜひ聞いてみてください。早速安尾くんに話を振ってみたいんだけど、はい、いろいろな作品もちろん今期続編とかも含めてありましたが、今期の楽曲で安尾くんがこれ気になったなみたいなやつはあれば教えてほしいんだけど、何かある？そうですね、前の夏アニメの回ですかね、うんうん、の最後にもちょっと触れたんですけど、やっぱりこうブルーロックの、はいはい、カオスが極まるですね。どうだった、安尾くん的には？まあ、そうですね、なんかやっぱりこう期待を裏切らなかったなっていう。いつもの超速い BPM からの。そうだね。しかもこうやっぱりこうスポーツものブルーロックってかなり内容的にもこの勝負の世界みたいなところもあるので、うん、まあ、そういうのとちょっと関連させて、自分も出勤前とかに、言わんとしてることはわかる。これ聞いて向かう時のなんか何かを背負うみたいな感じの感覚、心を奮い立たせるというか、うんうんうん、まあ、それはすごくわかるわ。アニソンの一番の中心みたいな、そういうこの奮い立たせる系の感じの楽曲だっていうのはすごくわかる。他は何か曲あげるとしたら何かある？そうですね、あまりこの秋アニメが放映されてる時に結構忙しくてなかなか終えてないというところもあったりはするんですけれども、うん、これもしかしたらソキウスさんも触れるんじゃないかなともちらっと思ったんですけど、ほう、自分がっていうよりもすごいなんかいい話しか聞かんなっていうのが、うるせえやつらのオープニングエンディングで、はいはい、メゾンデ。確かに私も今回これは触れようと思ってました、メゾンデの一連の楽曲は。でもやっぱりその中だと僕の場合はそのエンディングの東京シャンディランデブル、はいはい、カフツミキのその声質っていうのもあって結構好きだなって思いますね。正直今期、まあ今期もなかなかコーツ私の中でつけがたかったんですけど、でも上位10曲ぐらいのくくりで上げるなら間違いなく東京シャンディランデブルは私の中で入ってきましたね。うるせえやつらはもちろん昔アニメ放送されていて、それも私見たことあったんで、その感覚で2022年にうるせえやつらのエンディングをメゾンデとか、それこそこの番組でも何とか取り上げたカフさんが歌ってたりするのを見て、で映像も見て、なんか差に驚かされてるっていうか、ダンスチューンだけど歌詞は結構寂しげで、そのアンバランスさみたいな感じ、それがまさかとうるせえやつらで聴けるとはっていうのは衝撃だったかな、今期の中でも。うるせえやつらという作品でこういう2曲なのかっていう。そうそうそう、自分の周りもこれいいぞっていうふうにこう推してる人がかなり多いなってイメージでしたね。他だとどう？そうですね、さっきのうるせえやつらのその2曲とこう似たような話だと、うん、悪役令嬢なのでラスボスを飼っていましたのオープニングの共感されなくてもいいじゃない。おお、
これもなんかいいぞっていう風にすごく言われるんですよね。で、実際聞いてみるとやっぱり良くて、高橋礼さんのポエトリーリーディングじゃないですけど、みたいなところも結構あったりとかして、すごいこう耳に残るんですよね。まあ、今回、なるくん参加してないんで、なるくんがいたら、なるくんは絶対ここ上げるだろうっていう前、過去の回の推しの声優の話を参照していただければ分かると思うんですけど、まあ、安尾くんからもこの名前が出てきたか。そうですね。なんて言うんでしょう、その、キャッチーさというか、その耳に残る感じがすごくて。とりあえず、この、イントロっていうか、出だしからものすごく早口でマックし立てる感じ。いや、うん、歌うの大変だろうなーっていうのが先に来ちゃったな、私は。なんかもう、高橋さんの技量というか。うん。これを歌うの大変だなーっていう方が先に来てしまった。あまりにも畳みかけで最初から来るから、しかも全体的に PP も早いし。早いし、しかもその語るようなその音に合わせない、ポエトリーリーディング的なところもあったりとかして、うん、本当に声優ならではだなっていう楽曲だとは思いますね。そうだね。そうだな、私もちょっと今挙げてない曲でいくつか挙げてみたいんですけど、まあ、さっき言った通り私の中で今期だと10曲ぐらいかなって感じで話はしましたが、それでいくと単純に文字情報と映像情報がドッと押し寄せたっていう意味では、名探偵コナンの犯人の半沢さんオープニングにハマレオンを捕まえて今夜。わかりますね。新浜レオンって思いましたよ。その衝撃度合いを皆さんと共有するために辞書的な情報を言っておくと、この新浜レオンさんはビーイング大きなとこですよね。ビーイング初の演歌歌手で、でそれが名探偵コナンっていう、まあ、ビーイング系の歌手の人たちがいっぱいある中で、この演歌っぽいサウンドがまさかの名探偵コナンのある種の伝統であるダンス動画と組み合わさった映像で出てくるっていう。しかもすごい映像のパラパラがすぐパラパラっていうんですかね。ああ、そうだね。こういうスリルショックサスペンス的なやつです。めちゃくちゃその視覚情報と、そうだね。あのサウンドでめちゃくちゃインパクトあるんですよね。半沢さんのあのビジュアルであっての映像だからさ。しかも無表情で踊る、あれも なんだこれって思って、それが演歌感とそのアニソン的な少し速さがあってっていうところが結びついた時の衝撃度合いはなかなか私の中では高かったなっていうのがあります。半沢さん15分アニメってこともあって結構まあ見やすくてサクッとこう見てしまうんですけど、めちゃくちゃ印象に残りましたよね。今期は衝撃っていう度合いでもいくらでも他の曲上げれるっていう点で言うと、参りましたイルマくんの今期が3シリーズ目になるんですかね、それのエンディング、はい、水曜日のカンパネラ鍋奉行。私もイルマくんはこうずっと見てる作品ではあるんですけど、うん、エンディングに流れてきて本当に鍋奉行だと。参りましたイルマくんっていう作品は一応 NHK E テレで夕方6時頃だよね、あれ枠としては。ですね。で、6時に流す、要するに子供も含め大人もみたいな感じで見れる作品の時間帯に、こんなボーカルをチョップして切り刻んで加工したようなエディットとかエフェクトガンガンに入れた主題歌が1分半の尺で使われるなんて思わなかったので。まあでも鍋奉行っていうそのテーマ自体は、イルマくん3クール目っていうのが収穫祭っていうそのイベントを結構モチーフにしてるんで、まあ、そこと引っ掛けてるのかなと思ったんですけど、そのもちろんアニソンとして重要な要素である作品との絡みっていうのがありつつも、その最近のハイパーポップムーブメントっていうんですかね、うん、その返答にもつながるような楽曲を夕方のこの時間に流すっていうことに驚きました。おおよそ夕方に流れるような曲じゃないですもんね。本当にそう。あとはもうこの辺はまあ安定のみたいなとこありますけど、スパイファミリー今期2クール目のエンディング、山さんの色彩、はい、
これは私が前から言及しているクジラさんが久々に山さんとのタッグで今回制作されてる楽曲ですけど、春を告げる以来の。本人も確かインタビューとかで言及したと思うんですが、とても華やか、その祝祭感っていう言葉で使われたと思うんですけど、クジラさんの楽曲は以前のオシクリエイターの回でも私がなんとなく紹介した通り、ちょっとこの暗い中でのみたいなところが核としてあるんですけど、あえて今回はそれをこういう見方をしたら明るくなれるよねっていうのがインタビューの言葉にあったんですけど、あ、そういう捉え方で調理してきたかっていう感じ。スパイファミリー外さないっすね。あとは、まあ、ここからはまあ名前少しどんどんって感じでなっちゃいますけど、驚きっていう意味ではヒューマンバグ大学のエンディングにドラマ探偵物語のバッドシティのカバーを使ってきたっていうこと。私も聞いたときに聞いたことあるやつやんと思って、そう、聞いたことあるやつっていうヒューマンバグ言っとるやんと思って。あとはもう一言で言っちゃいますが、不徳のギルドエンディングクリバイスさんのシュガーシュガースパイスとか、うん、クルドジ男子オープニングマフマフの青春切符とか、はい、あ、なんかそのあまり安易に使いたくないですけど、エモーショナルな、うん、あれが私も大好きですね。あとは水星の魔女オープニングの夜遊びっていうのはもちろんニュース性高いですが、エンディングのシウイさんの君を気高くあれも、はい、なかなか私にはヒットしたというか、なんかアニソンっぽさあるいう、アニソンっぽさっていうか、まあ、ちょっと早めのいわゆるなんかオタクが強いっていう私はあの曲を聴いて、スーパーセルリョウさんプロデュースのこの楽曲ですけど、スーパーセルリョウさんプロデュースっていうのを知ってても、はい、とてもエレメンツガーデンっぽさを感じたというか、なんか感覚としてなんかわかる気がします。エレメンツガーデンの中でも特にこうだんだんと盛り上がっていく激しさの中にストリングスが絡んでいく系の楽曲、私はそれを水木奈々さんの楽曲とかで結構多く聴いてきたので、それを連想したっていうのがなんか、はい、さっき安尾くんが言ってくれたアニソンっぽいオタク好きだよねとこに繋がるのかなと思った。あとはちょっとだけ名前挙げるんであれば、ウォーチザロックのエンディングディストーションとか、Do It Yourself のオープニングドキドキアイデアをよろしくの2020年の日常系はこういう楽曲だっていう思いがビシビシ制作者のツイートとか見させてもらったらそういうのも思いましたし、この辺あげたかったかな、今期は。Do It Yourself はもう佐高良平さんここにありみたいな。はいはいはい。ここまで私がまあいろいろと名前あげちゃいましたけど、早速まだ今あげてない中で今期の曲、この曲あげときたいなあったりする？そうですね。ユーシャパーティーのビーストテーマのやつですね。エンディングのラブ&ムーン。そうですね。サビの若干こうエモーショナルになる感じがめちゃくちゃ好きで。この楽曲、まあ今野まりかさん楽曲担当してますけど、なんか私はこの楽曲聴いて思ったのが、最初これあれマリンカの曲だっけって思って、っていうのはなんかこの声、あ、歌声こんな感じだったっけっていう、私どちらかというとそのいろいろと別のとこで出演されているところで地声を聞く機会が多かったので、あまりその歌声ももちろん過去の回でも一応扱っているので聞いてはいるんですけど、その普段喋る声とのギャップに驚いて、あれこれマリンカの声だっけって思ったっていうのが第一印象かな。あと挙げときたい曲ある？そうですね、関連して恋愛フロップスのラブリーズンホワイ。はいはいはい、バリバリこう多分サビあたり田淵さん作ってるんだろうなみたいな、ちょっと分かってしまって、でもなんでしょう、こう抗えない魅力がありますよね。まあ、9メガヘルツで、一応、アレンジに岸田さん、岸田祐希さんが入ってるのかな、この曲は。そうですね。いや、これもなんか聞いてて、まあ、私はこのワードを結構ふんわりといつも使っちゃうんですけど、キラキラ感がすごかったっていうのはやっぱあって、あんまり好みさん、こういう楽曲歌わないことはないですけど、そういう楽曲が重かって言われたら違う気は私はあるので、ああ、今期こんな感じなんだって思った。
と、まあ、ここまでいろいろな楽曲語りましたが、まあ、いつも通りライクールの話もしておきたいなっていう感じなんですけど、はい、そうだね、ライクールの情報も、まあ、ちょこちょこ収録段階でも出てきていて、麻生くんはなんか今自身が知っているライクール2023年の冬クールの情報を見て、あ、これちょっと気になるなーなんていうのを教えてほしいんだけど、まあ、おそらくあの辺の名前が上がるんじゃないかなとは勝手に思ってますが、まあ多分予想通りだと思うんですけど、久保さんは僕を許さないのオープニングもエンディングもそうですね。はいはいはい。オープニングが花澤香菜さん。そうですね。やっぱりその前のクールのそれでも曖昧を捨ててくるの駆け引きやポーカーフェイスがめちゃくちゃ良かったので、はい、わかります、期待しちゃうなっていうのと、やっぱりそのエンディングの方もダイアログが担当することになって、ね、でしかも手掛けるのもあやふわアスタリスクで組んだ田淵智也&広川圭一という2人なので、こちらもちょっと注目してみたいなと思ってます。うんうん、私も来期の楽曲作品の中で久保さん僕許さないは両方かなり注目度高めで、まずやっぱりオープニング花澤さんの話からいくのであれば、もう今の段階で楽曲情報出てるのを参照すると、どうやら作詞作曲編曲はラウンドテーブル北川勝俊さん、あ、もうドアンって意味で、でそこに以前安尾くんも名前を挙げた宮川ダンさんがアレンジで加わっていると。ああ、なんか語彙がないんですけどいいですねで現段階でそこまで楽曲そのものが視聴できるっていう状況ではないんですが、文字情報を見るとどうやらこの楽曲ミディアムナンバーらしく、オープニングでそういう感じで来るのかっていうのを踏まえた上でエンディングダイアローグの話をするのであれば、エンディングもどうやら公式の記述を見る限りこっちもミドルバラードって書かれていて、あ、どういう組み合わせなんだっていう驚き。いや、ミドルバラード大好きなんですよまあヤフーアスタリスクの名前が上がってる以上そうでしょうねって感じですけど、一応まあ安尾くんは絶対この曲あげるだろうなと思ってあらかじめ公式の記述をいろいろとチェックしてみたんですが、このかすかで確かの曲の読まれてますね。公式からちょっと引用しますけど、田淵智也が描くサビに向けて三拍子で変則変化していく楽曲が広川圭一滝沢俊介のタッグでオーケストラを含む壮大なアレンジに仕上がりましただったり、余韻を残し終わっていきますなんてちょっと匂わせワードが載っていて、いやーちょっと期待大ですね。変拍子、オーケストラ、壮大、余韻があるミドルバラード、なるほどっていう正直そのオープニングもエンディングもかなりこれは期待値高めですね。あそこ他はどう、何かあったりする？そうですね、フライングドッグ的なところ。そうですね、そうですね、はい、諸星すみれさんがちょうどそのエンディングですね担当されるっていうことで、シュガーアップルフェアリーテイルで、オープニングも鈴木みどりさん。はい、そうですね、諸星すみれさん本月の下克上とかで歌われてるかなと思うんですけど、伸びのある直球みたいな、あー、なるほど、スッて入ってくる感じがすごく好きで、ちょっと期待しちゃいますね。まあ、私もこの作品は上げるつもりでいましたが、オープニング鈴木みのりさん、ミュージカル、エンディング諸星すみれさん、叶える。で、正直、この作品のあらすじのページに書いてあった文言が作品のですね、人間が妖精を刺激し、砂糖菓子が幸運をもたらすと信じられている世界のお話らしいんですけど、このワードは個人的に惹かれるワードというか、ああ、まあ原則未読の上で今言ってるんですけど、でもこの砂糖菓子とかそういうワードを踏まえてフライングドッグがやるってなってくると私は期待度が上がっちゃうかな。なんかこう世界観ちょっと違いますけど、坂本真綾さんのマジックナンバーみたいな。はいはい、すごい感覚だけで言ってますけど、それも確かに連想できる範囲のやつだ。
あとはそうですね、私も今上がってないやつで少し上げるのであれば、あやかしトライアングルのエンディングももちろん、まあ、結構注目どこしてるんですけど、オープニングがフィロソフィーのダンス、ネプワレテンするで、初めてオープニング担当に今回なって、しかもちょうどタイミング的にはメンバーの卒業と新加入があったの新体制のシングルになるんですね、この楽曲が。おで、オープニングになってどういうのが出てくるのかなっていうのは結構期待してます。うん、あとはアルスの巨獣っていう作品で、私の好きな、でもこの番組ではまだあまり言及していないペンギンリサーチが、およそ3年ぶりくらいにアニメの主題歌としては担当するんですけど、変幻自在っていう曲、久々に主題歌で聴けるのはちょっと楽しみですね。ただ名前だけ挙げとく感じにしますけど、気になっているのが英雄王武を極めるため転生数、そして世界最強の見習い騎士ですけど、これのエンディングがどうやら私が以前2021年の秋クールで真の仲間がうんたらかんたらって、まあ、これまた長い作品のオープニングに、はいはいはい、ゆい西尾さんっていう方が歌われてるんですけど、はい、この方がこの作品のエンディング、セルフハグビッグライブという曲を担当するらしくて、ちょっとここはまだ詳細出てませんが、ゆい西尾っていう名前をまた目にできたので、ちょっとここも期待してますし、あとはなんかこう、安定のみたいな名前で言うのであれば、神たちに拾われた男の2作目がライクールあるんですけど、それのエンディングテーマが田所あずささん。ああ、はい。この楽曲担当してるのが、大木康介さんと神田ジョンさんっていう、まあ、彼女田所さんのウェイバーっていうアルバムの中で結構主軸で担当するこの2人が絡み合う、ドラム式探査機っていう、また曲名も結構インパクトのある曲名だったんですけど、どうやらチル系の曲らしいっていうところまでは事情入ってるんで、ちょっとそこは期待してますね。あとマハラージャンとか小野正俊とかグリーンとかっていう、なかなか興味深いメンツがもう名前で見えてるのも私結構期待してますし、なかなかこうアニメじゃなくても名前を聞くような人たちが今回見てますね。あとコスプレイヤーのえなこさんとかも今回担当しますから、そこにピーマル様が絡むっていう、ちょっとニュース的な意味でも、単純に楽曲の期待の意味でも、私は結構ライクールも楽しみなとこが多いですね。というわけで今回は2022年秋クールの総決算として、ざっといろんな作品を見ていきました。まあもちろんいっぱい作品あったんで、それこそチェーンソーマンとか全然触れてないですし、今回話題性たっぷりだったのに今回全く触れてないっていう今終わろうとして、あ、そういえばチェーンソーマンやってないってことに気がつきたんですけど、そんな感じですが、まあ限られた時間の中でいろんな楽曲紹介今回もできたんじゃないかなと思います。ではいつものコーナーに参りましょう。この番組では毎回最後に1分以内で今紹介したい曲を持ち回りで語ってもらっています。今日は安尾くんお願いします。はい、じゃあ準備いいですか？大丈夫です。では行きます。今回私が紹介したい楽曲が草野佳代子さんで、それでもまだという楽曲を紹介します。2021年のですね、ファーストアルバムの Life is like a Rolling Stone というアルバムがあるんですけども、それの1曲目に入っている楽曲になります。こちらも弾き語っていくような形で始まっていくんですけども、涙の数だけ強くはなれないし、みたいな、なんか遊び心のある歌詞だったりとか、ただその中身としては、これからもその音楽を続けていくぞ、みたいな強いこう意志の乗った、かなりそのメッセージの入った楽曲になっていて、すごく自分も聴いててこう励まされるような感覚を持った楽曲になってます。で、さらにこれ、実は生で聴く機会があったんですけども、生で聴くとめちゃくちゃ草野さんの歌声と合わせて心揺さぶられる楽曲になってます。これから頑張ろうと思う時に皆さん聴いていただければいいのかなと思っています。よろしくお願いします。おお、草野佳代子さんの楽曲。まあ、グレンゲとかその楽曲提供の面でよく草野佳代子さん聴く方だとは思うんですけど、うんうん、
シンガーソングライター草野佳代子としての楽曲ですね。で、夏川椎名さんとこう対バンをですね、はいはい、した時に私が行ってまして、その時にその聞く機会があったんですけど、めちゃくちゃ歌うまいし声量あるし、 なんだこの人はみたいな、結構衝撃を受けましたね。私も生では草野さんの歌声は聞いたことないので、どういう、まあ、その迫力というかっていうのは実体験としてはわからないけれども、まあでもそれは容易に想像できるな。まあ一言で言うとめちゃくちゃ良かった。めちゃくちゃ良かった。結構まあメッセージ性も本当にドストレートに伝えてくる感じもの楽曲なので、これからなんか頑張りたいなとか、そういう時にこう聴いてほしいな、自分も思います。というわけで今回は、ジサさんの楽曲提供などでも知られる草野佳代子さんの自身のシンガーソングライターとしての活動の一曲を紹介してもらいました。ではエンディングです。この番組は水曜日と土曜日で新しいエピソードを YouTube、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast で配信しています。概要欄にはその回で話題に上がった曲の中で Spotify で解禁しているものをまとめたリストへのリンクを貼っています。そして各種ポッドキャスト媒体ではその回に関する簡単な振り返りや参考にした資料などを掲載しています。また YouTube や Twitter でのハッシュタグスピリットミュージックなどで皆様のコメントをお待ちしています。最後に、もしこの番組が面白いなと思ってくださいましたら、 YouTube のチャンネル登録や高評価ボタン、 Twitter のフォロー、サブスクリプション登録などしていただけると幸いです。それではまた次回お会いしましょう。